膝の動画です。はい、今期新製品発売でございます。はい、こちらドン、コードレスハンドグラインダー GP36DA、 あとはですね、そっくりな機械で DB っていうのもあるんですけれども、それを合わせて紹介したいと思います。で、よろしくお願いいたしますと言ったものの、まあ知ったかしてもしょうがないので正直に言いましょう。ちょっとですね、ハンドグラインダー系をちょっと私が説明不慣れなところもありまして、カタログ読むぐらいの説明になってしまうんですが、まあご説明しますんでよろしくお願いいたします。私のですね、ちょっと以前の動画で、まあ別の動画なんですけれども、まあハンドグラインダーまだ発売しないの?とかっていうコメントも寄せられておりましたんで、この工具を待っていた方っていうのはですね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ですね、まあここのボディ部分っていうんですかね、この緑色の部分っていうのは、ディスクグラインダーに非常にそっくりな作りをしてますね。こんな感じです。で、メーカーさんの歌い文句で、AC 機を超えたパワフル検索ということで、まあ、比較機となるですね、GP3V という機種があるんですけれども、それよりも若干ですが、パワーが強くなっております。速度調整が、可能なんですけれども、ちょっと、わかりやすくスイッチ入れちゃいましょう。はい、スイッチ入れます。で、今、1っすね。オートっていう感じで、まあ、5段階の速度調整が可能となってます。ちょっとこれはい、見てください。こんな感じでですね、まあ、用途に合わせて、速度を調整してくださいとかっていうことなんですけれども、ね、用途に合わせて速度調整するのに、なんでオートがあるんだろうって思ったんですけれども、まあ、ちゃんと書いてありますね。無風火事の、騒音軽減にってことなんで、要はこの今速度5っていうのが超うるさいじゃないですか。やかましいと。で、でも速度5で使いたい。で、これオートっていうのは負荷をグーってかけた時だけ、その2万9000回転になるんですけれども、だから普段のこの状態が1万5000回転なんですって。で、負荷をかけましたっていう感じになるみたいなんで、まあ、2万9000回転で、検索仕事をしたいって方はこのオートにすることで、このギャーっていうこのうるさい音を軽減することができますよということですね。はい、続きまして、先端に取り付けられるこの口なんですけれども、これがですね、最初入ってるのが6ミリタイプの、軸径を取り付けられるコレットチャックになってます。別売りなんですよね。3ミリのコレットチャック買っていただければ、それも対応するという形になってます。はい。で、まあね、しょうがないのかもしれないんですけれども、一応スパナが2本ってことなんで、まあこの工具を使って、刃を交換していただくという形になりますね。まあなんとかその工具レスにならないかなと思うんですけれども、まあこういった商品なんで、なんかワンタッチ式ってのは難しいのかもしれないですね。しっかりとギュッとこう締めていただく形となります。はい。で、ちょっと冒頭でお伝えしました。これ、今回2機種出るんですよ。GP36DA と DB ってことで、これ何が違うかっていうと、まあ、サンダーをイメージしていただくと分かりやすいのかな。今のこの、これがスライドスイッチですよね。押して、ギュッてこう刺すと、こう、手を離してても回りっぱなしになってるやつ。あとはですね、パドルスイッチって呼ばれるやつなんですけど、これ、アングルドライバー、アングルインパクトか、とかっていうので、ハイコークさんがやってるやつなんですけども、この辺をこう、握るとこう、使えるやつですよね。だから、やべってなると、オフになるやつなんですけれども、まあ、その、パドルスイッチバージョンもありますので、まあ、好みに合わせて買っていただければいいのかなと思います。はい。で、仕事するときは、まあ、こう持っていただいて、ここでグッと握って、ガーってこうね、ガーッと削ると思うんですけれども、ここはですね、ゴムグリップついてて、非常に手袋なんかをしてても、非常に滑りにくい、ボディとなっております。一応カタログ見ると、旧型のそのコード式みたいなものを見ても、なんか鉄のね、まんまだったりするんで、これゴムついてるのは非常にいいなと思いました。でですね、別売りのその部品で、サイドハンドルっていうものがありますんで、まあ、それどこにつけるのかちょっと明確にはなってないんですけど、まあ、この辺につけるのかな?つけると、まあ、こうハンドルで持ってこうやって作業することもできるようです。はい、あともう一点ですね、この、インターナル砥石取り付け用砥石軸とかっていうんで、まあ、これをつけることによってそのインターナル砥石というものを対応するということです。
はい、あとですね、じゃあちょっとよくプラスチックケース見せてよとかって言われて、私よく忘れるんで、プラスチックケースは、この大きさのやつ、僕の体の比較ですいません、こんな感じのやつですね。で、開けていただくと、こんな感じで入ってまーす。まだまだ余裕がありそうですね。だから、砥石なんかの、付属品も、この辺にガチャガチャっと入れることができそうですね。あ、これ分かりづらいですね。あとで写真ドーンと貼っときましょう。というわけで、ちょっと僕の動画にしては非常に短かったんじゃないでしょうか。すいません。知識なくてこんなもんなんですけれども。なんかコメントいただければそれに随時お答えしようかと思うんですけれども。まあ、これ使う方っていうのは大体ハンドグラインダーの性能っていうのは分かってるんじゃないかと思いますんで、こんな感じでよろしかったでしょうか。はい。じゃあ、というわけで、ハイコーキさんの新製品出ました。コードレスハンドグラインダー GP36DA。あとはパドルスイッチタイプの、GP36DB ということで2機種発売いたしました。よろしくお願いいたします。